私はパニコ、27歳。29歳の夫マサヒロとは結婚して2年目です。あー、マサヒロ今日もイケメン。おいおいパニコ、もう結婚して2年になるのに大丈夫か。俺がイケメンに見えるその魔法がいつまでも解けないことを祈るよ。マサヒロは学生時代にはファンクラブができるほどのイケメン、可愛い女子たちに常に囲まれていたにもかかわらず、私をパートナーに選んでくれたんです。え、ひょっとして私が一番可愛かったとか。いやいや、なわけないない。魔法にかかっているのはマサヒロの方でしょ。しし、私たちは結婚後、マサヒロが住んでいたアパートに一緒に住むようになりました。義両親もとてもいい人で、月に一度は義実家に行って4人で食事をすることもありました。嫁姑問題もどこ吹く風で、結婚して本当に良かったと幸せな毎日を送っていたのですが。パニコさん、生活に不便はない？はい、おかげさまで。そう、パニコさんがお嫁さんでよかったわ。でもね、そろそろ一緒に暮らしたいわね。え、あ、そうですね。え、そのうち、いしし。近頃、義母がちょくちょくこんな感じで同居を匂わすような発言をしてくるんです。まだ結婚2年目で、2人でのんびり自由に暮らしたいし、夫も別に無理して同居する必要はないと言ってくれていました。それに私は昔から物事に対して慎重派なので、同居の話はなんとかはぐらかしていたんです。ところがある日のこと、私が買い物から帰るとアパートの前に引っ越し屋のトラックが止まっていました。誰か引っ越してきたのかなと何の気なしに眺めていると、私の部屋の前に引っ越し屋の人と義母が困り果てた顔で立っているではありませんか。私はすぐに声をかけました。お母さん、いらしてたんですか？するとその瞬間、義母はびっくりした顔で私にこう言ったんです。ちょっとパニコさん、どこに行ってたのよ。え、どこって買い物に。もう何してるのよ。私が今日引っ越すって知ってるのに。え？義母に鍵を開けろと催促されるがままに玄関の鍵を開けると、引っ越し屋はすぐに義母の荷物をうちの中に次々と運び始めました。驚いた私はすぐに正弘に電話して聞いてみることにしたのです。ちょっと正弘、どうしてお母さんとの同居を勝手に決めたのよ。え、同居？そんなの初めて聞いたけど。だってお母さんもう来ちゃってるの。荷物がどんどん家の中に運ばれてる。え、正弘も聞いてないの？だってお母さんがうちに引っ越すこと聞いてるでしょって。ちょっと待ってくれよ、俺も何も聞いてないけど。え？私は何が何だかわからなくて、引っ越し屋が荷物を運び終えた後、義母に話を聞くことにしました。やっぱりこっちに住むと狭くなるわね。お母さん。あら、何？マサヒロもこのこと聞いてなかったみたいなんですけど。え？パニコさんが言い出したんでしょ？え？私ですか？だってうちのお父さんが言ってたもの。パニコさんが同居したいって、パニコさんと話し合ったって言ってたわよ。私だけ最初に引っ越して様子を見ようってことになったって。そんな話、私は。まあ急な話だとは思ったんだけどね。転がり込むみたいになっちゃうけど、私も前から同居したいと思ってたからいいかなって。はあ。義母がとっても嬉しそうにそう言うので、私は何も言えませんでした。もちろん私は義父にそんな話をしたことは一度もありませんでしたが、この様子を見て義母が自作自演をしているとも思えませんでした。何がどうなってるのよ、たくも。その日の夜、正弘と相談して義父に事情を聞いてみようということになり、私たちは義実家へと向かいました。父さん、俺もパニコも同居のことなんて何も知らなかったんだぞ。父さんが勝手に決めたんじゃないのか。俺が嘘を言ってるとでも言うのか。お前の嫁が言い始めたことだろ。ちょっと待ってください。私がいつ？この前だ。人のせいにするなんてひどい嫁だな。私を悪者にしやがって、この嘘つき嫁が。そんな、私はそんなこと。黙れ黙れ。
いいか、私はお前が言った通りにしただけだ。だからお前が責任持って母さんの面倒を見るんだ。いいな。ギフはそれだけ言うと私たちを追い出しました。その後の帰り道での車内は本当に気まずく、一言も喋りませんでした。私はギフに嘘つき呼ばわりされるなんて思ってもみませんでしたから、ショックを受けていました。それから数日間、義母と正弘とは気まずい雰囲気が続き、私はいても立ってもいられませんでした。もう一度一人で義父のところに向かうことにしました。ですがそこで私はとんでもないものを見てしまったのです。え？ちょっと待って、あれって…そうか、そういうことだったのか。私はそこでようやくこの一件が全て義父の仕業であると気づいたのです。私は駒に過ぎなかったんだ。まんまと利用されたってわけね。絶対に許さないんだから。ぐぐぐぐぐぐぐ。私は全ての黒幕である義父に仕返しをしてやることを決意しました。翌日から私は義父が嘘をついているという確実な証拠を集めるために義実家を見張るようになりました。朝早く家を出てカメラを設置、夜遅くにカメラを回収しに行く、そんな生活が続きました。義母には毎朝早くにどこに行ってるの？と疑われましたが、義父のことはまだ言わずにいました。そして年が明けてお正月、義実家でお正月のお祝いをすることになり、そこで私は計画を実行に移したんです。私は義母と正弘には先に行くと告げ、義実家に一足先に向かいました。正弘がモテるのはお父さん譲りですよね、きっと。え？うん、だからなんだ。でも心は全然似てませんね、正弘とお父さん。なんだ、何が言いたい。正弘は私のことをとっても大切にしてくれてますけど、お父さんはお母さんを大切にしてます？と、突然何なんだ。そんなの当たり前だろ。そうですか。お父さん、私のことを嘘つき呼ばわりしてますけど、本当はお父さんが嘘をついてるんじゃないですか？何が言いたい。どうしたんですか、慌てちゃって。何か後ろめたいことでもあります？別にそんなことは。もしかしてお父さん、何かを隠すためにお母さんを追い出したんじゃないですか？追い出すとは人聞きが悪いな。なんて失礼な嫁だ。やっぱり正弘の嫁にお前は似合わない。こけしみたいな頭しやがって、息子に不釣り合いなんだよ、このこけし女め。こけし？私は見た目を侮辱され、カッとなってしまいました。そこで集めた証拠写真を突きつけようとしたんですが、その前に玄関のドアが勢いよく開いて、正弘と義母が入ってきたんです。正弘は義父に向かって怒鳴りました。俺の妻を侮辱するな！正弘！アニコの可愛さがわからないなんて、父さんは目が悪いんじゃないか。この丸っこくて可愛らしい髪型の魅力が理解できないなんて、女性を見る目のかけらもないんだな。正弘、恥ずかしいから。正弘の言葉に私はついポワワーンとなってしまいましたが、おっと、いけないいけない、今は復讐の時と、イケメン夫に心を奪われないように気をつけました。義父は正弘の言葉に少しひるみましたが、私の方を指さして言ってきました。こんなこけし女をかばう必要はないだろう。俺はお前にはもっと素敵な女を。私はその義父の発言を遮るかのように、ついに証拠写真を突きつけてやりました。パッと証拠写真を空中に投げると、まるで桜吹雪のように義父の上にひらひらと舞い落ちました。そして義父の目の前に散らかる写真、そこには義父がデレデレとした顔で何人もの若い女性を義実家に迎え入れている様子が映し出されていました。その写真にもちろん義父は真っ青。慌てて写真をかき集めましたが、真っ赤な顔をした義母がそれを遮るように、地鳴りのような低い声で義父をどやし始めました。あなた、そういうことだったのね。あなたはパニコさんを利用して私をアパートに同居させた、そうよね。違う、これは嘘をしちゃい。あなたにはつくづく呆れたわ。
いい年して汚らわしい。みっともないってありゃしない。そんなに若い女性がいいなら今すぐ出ていけ。色ぼけじじいなんかとは今すぐ離婚してやるから。あ、じゃあ、違うんだ。これは、知り合いで。知り合い？私と30年以上一緒にいるのに、私が知らない知り合いがいるとでも思ってんの？冗談はあんたのそんな情けない顔だけにしなさいよ。そんな。離婚よ、離婚。二度と顔も見たくないわ。今すぐここから出てけ。ちょっと待てよ。ここは俺の。あら、忘れたの？ここは私が結婚する前に買った家よ。あなたとは駆け落ちで一緒になったけど、その時に私が持ってた貯金でこの家を購入したの。この家は私のもの。あなたの居場所なんてここにはないわ。さようなら。おめでとうございます。これで晴れて独り身。浮気はし放題ですよ。住所不定無職で腹の出た老人を相手にしてくれる人がいればの話ですかね。イシシ。それからギフと義母はすぐ離婚。義父は義実家を追い出され、慰謝料で財産分与はもらえず、今やボロアパートに住み始めたと正弘から聞きました。どうやら正弘にヘルプラインが来るようですが、正弘は私を侮辱したことにすっかり腹を立てていて、完全に無視しているとのことです。それからの私たちですが、パニコさん、やっぱり正弘が選んだ女性だけあったわ。いろいろ迷惑かけたわね。いえ、そんなこと。私は近くのワンルームに住むから、あなたたちはこの家を使ってちょうだい。え、でもこの家はお母さんが。いいのよ、使ってちょうだい。ありがとうございます。今では前に住んでいたアパートよりずっと広くなった家で、正弘と二人で幸せな毎日を過ごしています。ちなみになんですが、正弘の魔法も私の魔法もまだまだ解けていませんよ。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。